サニーシーフの距離か。はい、チーズ。何この相席屋みたいなシステムがいい。相席屋みたいなシステムや。大阪ダービー最高。ほんまに思ってるの。この顔ほんまに思ってる。どうもナフィーゲームクラブです。今回、セレスト大阪、大阪ダービー、はい、ダービー大阪。出ましたー。このね、Vlog 撮っていきたいと思います。来ましたよ、まあ。今からね、パナソニックスタジアムに行こうと思ってるんですけど、まあ現在35分でね、今から、まあパナソニックスタジアムの方に19時キックオフ行きたいと思うんですけども、はいはい、まあちょっと、まあ早いんですよ。うん、で、なんで、ちょっと早いかというと、はいはいはい、まあこれ見てもらったら分かる通り、ハシケンがちょっとガンバのユニフォーム持ってないと。そうなんですよね。うん、だから、ね、やっぱこれはさすがに大阪ダービーは、うん、あのユニフォーム持ってないとできん、あの入れてもらえないんで。そんなことない。そんなことないよ。あのまあ今からユニフォーム買おうと思ってるんですけど、はいはいはい、まあなんせ僕たちは金がないと。そうなのよ。だから金ないけどガンバのユニフォーム着たいという方に、うん、まあ僕のちょっとプチ裏技、あら、これちょっと教えようかなと思って、はいはいはい、もし車でパナスタ来るよっていう人はね、うん、ぜひやってもらいたいなと思って、うん、普通にまあユニフォーム買っても買える方はね、買ったらいいと思うんですけど、うんうんうん、まあ今から走るのは500円でガンバのユニフォームを手に入れます。マジ？はい、嬉しい。嬉しいでしょ。嬉しい。これだからもうみんなに教えようかなと思って。ほらほら、あのここはね、セカンドストリートにの駐車場にいた。ああ、古着屋さんだったりね、うん、リサイクルショップか。まあそうですね。でセカンドストリートにはね、うん、まあこれまあ言うたら一応パナスタに一番近いセカンドストリートなのかな、ここは。ああ、かもしれんな。うん、ちょっと何店なんか、ちょっと、空いたスペース、セカンドストリートで調べたら、まあ、どこでもいいと思いますけども。まあ、結構ね、うん、まあ、ホームタウンっていうだけあって、うん、ガンバのユニフォーム置いてあるのよ。あら、ほんまに。うん。めっちゃいいやん。だから、ちょっとこれで橋剣も、ガンバのユニフォーム買ってきてほしいなと思って。なるほどね。500円で買えないと俺全然行くよ。うん、まあ、ちょっと500円かわからん。何円か分からんけど、まあ俺が前見た時は500円ぐらいでなんか何枚か売ってたから、はいはいはい、ぜひちょっとハシケンにもガンバの青黒来てもらって一緒に応援したいなと思って、うん、あ、それいいことや、ね、うん、ちょっとまあもうパパッとこんなシーンはねどうでもいいんで、うん、あの早くスタジアム行きたいんで、うん、買ってきてください。なんでやねんお前。お願いします。はい。さあ帰ってきましたハシケンは。はい、はい、これ10番。10番いつの時代のガンバこれ。見たことない俺この色。まあ、でも満足度で言ったらこれ何倍やった？いやこれでも、うん、満足100分の100やな俺これ。あー、まあ大満足。うん、よかった。綺麗やしめっちゃ本で、うん、普通に綺麗で俺10番これ、うん、今10番倉田やんか、うん、これ蓋側なんや。蓋側の10。蓋側の10やね。10年前くらいじゃん、もう。めちゃくちゃええやん。いや、逆にレアやからな、そうそう、こんなん。こんなんが買えんのやっぱこのセカンドストリートとかやったら。しかもこれ500円。ね、まぜ、あ、550円やったけど。うん。いや、550円でユニフォーム1着めちゃええやん。いや、で、しかもやっぱ楽しめるしな、このスタジアムで。いや、そうやね。うん。やっぱ青黒、青黒じゃないか、あれ。青水色。もはや。まあ、実はでね、僕も買いました。買うなお前。7番持ってるんですけどね。持ってるんですけど、僕もちょっと、あ、遠藤やと思って。これええな。うん、俺遠藤のユニフォーム持ってなかった、うん、でもう買えへんから。確かにもう売ってないから。なんか買いました、うん、これはもう900円でした。だって普通にさ、これ、うん、見ててさ、俺見っけたやん、これ。あ、遠藤あるやん、うん、これ買おうと思ったら、うん、俺買うわ。いや、お前持ってるやんけ。いや、これ俺買っていい。ハシケンが見つけたけど。でもやっぱちょっとエンドの方が高かった。ちょっとだけ。そうね、エンド1000円でした。で、ついでにこれ2000円でした。これええやんと思って買いました。買い物してきましたよ。普通に買い物してきました。はい、このね、ナイキの、まあなんかナイロン生地のこの、まあ、これ普通にかっこええと思って。普通にな、シンプルで。うん。ちょっと買っちゃいました、2000円で。はい、ということで、行きましょうか。行きましょうか。はい。さあ、ちょっとエキスポシティの方来ましたけども、うん、ここからまたパナスタ Vlog の時同様、はいはい、あの長い道通っていきます。あそこか、うん、行こうか。今日人多いな、やっぱり。やっぱ見てこの人多い人。まあここからはちょっとまあ歩いていきますわ。うん、うん、じゃあ、まあ、行きましょう。早く行こう。で見てください、この階段、この広い階段、この広い階段ね、内閣も写真撮りに来ますわ。内閣が写真撮りに来る階段でさ、おらへんよ、うん、内閣階段で覚えておいてください。めちゃめちゃ室内やねん。雨降っても大丈夫なの。ここに赤の絨毯引いて内閣が写真撮ってますからね。こんなとこに赤は引くなよ。青やったらいい。前試合やった時とやっぱ違うわ。
こんなんなかった。うん、これ横断幕とかつけて、濃い感じ出してくれてますわ、ほんまに。あ、やったことか。ちょっと遅いかも。ステップが。やっぱり現役から頃からね、もう何年か経ってるか。ラダーは遅いかもしれん。苦手やから。果てしないな。やっぱこの階段、前も来たけどさ。果て長いわ、これ。やめる帰る今日やめろちょっと遠い、暑いしな。暑いし、ジメジメしてるしさ。だって雨降るしな、絶対にこれ。うん。で、まだ長いし、こっから。暑いね。まあ、まあでもせっかくここまで出した。まあ行くか。絶対行くねん。行くねんな、そらな。絶対行くねん。そら行くか。ここまで来て行かんなんてないねん。雨降りそうやな。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。そんな様なってる。そんな様なってた今。なってたらさ、ほんまに。俺から見たら。嬉しいわ。クリスマスの CM 作れる。めっちゃ暑いけどな。いや嬉しいわ。そんな様なってた。半袖で。そうなんかテントル選手とかさっき言っといたらさ、暑いた時すごいやみたいになるんじゃん。確かに。今日テントル選手はマジで、でもマジで出るかはまだ分からへんけど、うん、坂本選手大分が坂本伊佐、うん、なるほどな、うん、あの若いのに体バチバチ当てるし、うん、めっちゃいい。最近よう試合出てるからな、うん、何逆にやつか。いや別にない。なぜよ。なぜよ。いやほんまに誰が取るか分からんな。なぜよ。キモ。だから誰取ってもおかしないから今の頑張って。見たことあるその矢部っち FC とかのさあるやん、中村健吾何体やみたいな、うん、あんなんで。あスコア予想とかしといた方がいいんちゃう。怖いよ、うん、今日の。いや、さすがに、うん、まあ、セレッソ相手なら勝ってくれるけど、2-0。2-0な。ガンバ勝ち。はい、そら。うん。じゃあ何なんかその予想か。マジでわからんな。バスってマジでわからん、これはほんまに。まあ、結構予想つかないですね、今日の。出さへんやつ、一番強い。出すね。そうだよ。さあ、スタジアムに着きました。うん。あっちには、あの、ブルー、何やったっけ、ブルーメスタジアムみたいな。チースタイプ。ビジスタイムじゃ、そんな言うなんかいっぱいあんの、こう。なんかいろんなグループ、ところが出店して、で、横ではバンドが喋ってますわ。バンド。元ガンバ大阪の。半袖。半袖選手。絶対半袖な。冬でも。雪降ってても半袖の。バンド先生。バンド先生が喋ってます。あれ、ガンバガールか。ガンバガール、ガンバガールかわいいか。ガンバガール見に行くか。ガンバガール見に行くか。せっかくなこれ見てくれてるけど、ハワイ女の子見たいやん。うん、ガンバガール見に行きますわ。うん、じゃあ行こう。みんなですね、まず参加しまーすって言ったら手を挙げてください。さっき参加されてない方もぜひ参加してください。皆さんよかったら、じゃんけん大会やってるんでお願いします。じゃんけん大会やりますわ。じゃんけん大会やってるんで、あったら2人組作ってください。2人組なんでやねん。絶対ここやん。練習しよう。疲れてますか。はい、ではですね、気持ち悪っ。俺ら気持ち悪っ。はい、行きます。最初は G、 G、 じゃんけんポン。片方だけ手挙げてください。ごめんやごめんやそんなこと怖いな。片方、絶対子供に買ってほしい。まだ絶対子供に買ってほしいな。はい、ではですね、最後はガンバガールのエナと対戦していただきます。あのガンバガールの近くで、ラストチャンスなので本当に近くで見たかったガンバガール。決めた、ラストも決めた。はい、準備 OK ということなので、では行きたいと思います。ガンバガールかわいい。最初は G、 G やじゃんけんポン。チョキの人、チョキだけ残してください。うわ、あいつ一番おもんない終わり方した。あれ、めっちゃ変な。あのさ、こんなん言うのもあれやけど、はい、以上でですね、ガンバ一番おもんない終わり方した。あ、最悪や。最悪や。あの、引き分けで終わってもてるわ。一番あかんないよ。キャピキャピしてるわ、セレージョって。やっぱ。俺なんかもう10、7年前ぐらいかなと思って、あの、柿谷とか、山口蛍とか。高校生ぐらいの。がおるときはやっぱちょっとうるさい、ちょっと音下げて。いや、ほんまにやってはんねん。音下げてやってはんねん。まあでもやっぱ楽しいっすわ。
大阪ダービー最高。ほんまに思ってる。この顔ほんまに思ってる。ちょっとだるなってきた。え？だるなってきた。何がだるなってきた。なんで？さあ、なんかまあ今結構歩いてきたけどさ。まあ、色カップルでなんか和気あいあいなんか飯食いながら楽しんでる人とかもおんねんけどさ。いるよね。なんでこの意味わからんメガネな。おい！何や意味わからんメガネってお前。お前ずっと友達やんけお前。ずっと友達やんけお前。幼稚園の頃から一緒やんけお前。仲良し。やったやったやった。これ仲良しかほんまに。なあ。今後心配なの。今後やっていけへんわ。まあでも確かにガンバデートしてみたいな。確かにガンバの女の子のサッカーの試合、女の子のサッカーの試合見に行ったことある？ない。なあ、ないんや。ない。ある顔してる。ないけど。あるやんこいつ。まあまあまあそれはまあまだ、うん、お前知ってんぞお前。何を言うねん。こいつ女の子とサッカーの試合見に行ってますけどね、うん、その見に行った試合セレッソの試合です。ガンバの試合じゃない、セレッソの試合を女の子と見に行ってました。すいませんでした。たまたまその時セレッソのチケット余ってる、2枚余ってるからって友達からもらって、女の子誘いました。すいませんでした。やってるわお前ほんま。ガンバのサポーター風上にも置けんの。その時めっちゃセレッソ応援しました。カカオが決めてカカオってやりました。あったけど、すいませんでした。本当にあの説はあかんねんお前。まあちょっといろいろぐるっと雰囲気楽しんでいきたいと思います。まだまだ、キックオフ19時でまだ5時42分なんで。あ、ザマッチのタケルです。なんやねんそれ。ええで、別にかっこいい。タケル派なんやね。タケル派よりもタケル応援して、はい、それはわかります、はい、負けた方です。負けた方って言うな。おい、負けた方って言うな。おい、ガンバガール、ガンバガール写真撮ってもらおう。ガンバガール写真撮ってもらおう。どういう状況？どういう状況？一緒に写真撮ってもらったりするんじゃない？いい、こういう金車？まさかの。ガンバガール聞こえてない？わからんけど。こんなんありの？ガンバガール孤独とか。やっぱり夏はいいの？これ並んでるよな。これ。あ、やった。何この距離か。寂しいこの距離か。はい、チーズ。みたいなこと言えんな。毎日ワックス言ってた。毎日ワックス。中学生みたいなこと言ってた。おいおいおい。待て。俺さ、なんかあんまりみんな、まあ、ごめん、早いやろって言われるかもしれんけど、結婚したい。早いやろ。絶対早いよ。まだ見つめ合っただけ。いや、結構でも気ある感じの目ではあった。まあでも確かに、あの目を見て話してくれて、うん、すごい。やし、なんか普通なんかチラチラやけど、うん、なんか俺のチンチン見てる。見てるかお前。目線が。見てるか。俺らがさ、おっぱいでかい人に会った時に、チラチラ胸見てみ、舞うみたいな感じで、チラチラ俺のチンチン見てる。見てるか。頑張るからそんなせえへん。絶対見えへんから。お前しかもお前、見てくれるかもしれんから。言うなよ絶対。いやでも、写真といえば、一緒の価格に映れると思わなかったな。いや確かに。テンション上がるわ。これだいぶ嫉妬してんじゃん。いやこれはな、でも逆に、ガンバの試合見に行ったら、こういうところ撮ってもらえるから。確かにな、写真は普通に撮ってくれたわ。
そしてこちらです。だからみんなあの下手なコメントすんなよ。ガンバガール見てるぞ。確かに確かに、うん、頼むわ。あの大人な今あの大人な感じのコメント頼むわ。これからな。間違いない。いやまあまあなんかこういういい思い出もできますわ。清水選手、宇佐美選手、おかずにしよう。おかずにした。宇佐美選手の両方のフォームが当たる。ここのスタジアムでおかずという言葉絶対言うな。いや普通に何が？は？いやお前何が？え？俺が悪い？え別に何？えどういう意味？おかずにしようってお前。いや俺これで白米食おうと。あの写真見ながら白米食おうと思ってだけ。それはそれでキモいって。それはそれでな。まあ、セレジョもちょっと話聞きたいな。うん。まあちょっとセレジョ可愛い子多いわ。確かに。話聞いてみたい。じゃあジャンケンジャン。最初グッジャンケンポイ。はい、そうです。じゃあ声かけてきて。なんで俺が行くねん。なんで俺が行くねん。いや、こういう企画すんの初めてやから、どうだよな、橋君でちゃんと声かけてきてくれんのか。お越しいただいております。まあ僕ね、こういうのはあの結構緊張しいなんで、じゃんけん、勝ったら、あの、橋君負けたから行ってって行かせようとしましたし、あの、負けた場合も、勝ったからご褒美として行ってきてという感じで、どっちにせよ橋君に行かせようとは思ってました。うん。ちゃんと無理でした。ちゃんと無理でした。俺たちの手拍子で、どんどん興味を呼び込もう。ええな。政治に何かを訴える時の地図だよね。社会の教科書で見たことある字やな。写真で。さあ、ね、ちょっと着いたんですけども、まあ、こっからはちょっと席で動画撮ってまうと、隣の人とかに迷惑かかってまうから、まあ、ちょっと試合楽しんできます。はい。じゃあまあ、すごい盛り上がってます。大阪ダービー、しっかり応援してね、まあ、勝利を願って楽しみたいと思いますので、じゃあまた試合後にお会いしましょう。さあ、ハーフタイムでございますけどもね、1対0でーす。すごいや、勝ちました。まだ前半終わってない。いやー勝ったね。うん、ちゃうね勝つねこれ。ちゃうね、うん、そんなことどうでもいい。何がい、お前チケット取ったよな。チケット取りました。だからカメラマンの、まあ、缶の何人も取りました。取ったよな、うん、どういうことやん。どういうことやねん。いや普通に、まあ、そんないい席じゃないけどね。まあ、ちょっと安い目の席にはなりました。ちょっと金がないちゃうね、そういうことちゃうね。俺だけ席離るとも言えない。俺だけ席離るとも。何がですか。普通な3人で行ったら3人横並びで飛ぶやん。なんで俺だけ1個離るとも。だから、6番え間、うん、6番よ。18列の6番、うん、でも7番7番やろ。9番。なんで1個離るとも。8番、お前、間にお前変な外国人。あの外国の人は友達だね。知らんよ。いや、なんか。誰や、俺4人でチケット取ったかも。現地集合かもって1人。ごめん、普通になんか隣嫌やなと思って。おい。え隣嫌や。はい。え俺だからあの、一人で見に来てんの次。俺だけええよ、お前。離れとるあの、席取るときに、ポンポンポンって3つ並べて取ろうかなと思ったけど、いやちょっと隣嫌やと思って1個話しました。なんでそんなことすんの。ごめん。ちゃんと謝られたらどうしようもできん。だから俺とカンはだからそのゴール入った時とかよしって、うん、そうや、楽しそう。その時の端切れなんかやめろ一人で喜んでます。正直に言うな。ごめんなさい、ちょっとふざけてしまいました。ふざけすぎ、はい。おふざけが過ぎたかもしれない。いやちょっとでも楽しいわ。まあでも試合としてはめっちゃ、ちょっとね今ハーフタイムで人がすごい集まってきて、あのみんなめちゃくちゃ見られて恥ずかしいんでこの辺で、まあ次試合後やね。次試合後、まあまあ勝ったでしょ。あたした。まだまだまだ。いや嬉しいね、大阪ダービー勝つのは。まあまあ次はまあ試合後にまた動画撮りたいと思います。結果どんな風になってるかお楽しみに。ではまた。
ました。巻きました。巻きました。はい、巻きました。巻きました。前半ね、ハーフタイムは意気揚々と。恥ずかしいです。あんなハーフタイムの時に。恥ずかしいです。殴りたい。すごくカットしたいです、そこの部分。間違いない。なんか、まあ、分からへんよな、そのさ、斜めのところからしか見てないから。うん。どんな感じで、最後多分ゴラッソだな。ちょっとなんかすごかったよな。すごいカーブかかってて、やっぱり久々に。お前なんかチアばっか見てたな。試合中。俺だって見たいからええ。チアばっか見てた。俺だって見たいからええやんけ。あ？こいつ、チアばっか見てました。だって近くてさ。お前のせいやん、今日負けた。こいつのせいです、今日負けたの。ガンバ大阪が負けたのは、これ、橋剣のせいです。もう言ったろかな。こいつ、声出し応援してました。してへんわ。それだけはしてへんわ。それだけはしてない。まあ、ちゃんとルールは。うん。ちゃんとね、結構みんな守ってた。向こう。飯食うか。反省会しようか。勝っても負けても腹は減る。飯食おうか。まあまあでも、まあちょっと、うん。今シーズン、大阪ダービー、2連敗。1回も勝てませんでしたが、今回の方がね、面白いと思っていたけど、チャンネル登録よろしくお願いします。何か感想などのコメント、お願いします。ついでに声をお願いします。ということで、ではまた。I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. Need to hear that voice. Cause right now it feels like it's been too long.